さあということで、まあ、こんな呂布さんが最も語りたいと、はい、おっしゃっている作品、深掘りしていきたいと思います。その作品は何ですか？僕が深掘りしたい作品は、また山口孝之先生のしぐるいですね。しぐるい、はい、これを読んでないやつはまずいでしょって思いますね。ただチャンピオンレッドなんで、そうですね、たどり着くのが結構大変だったと思います。はい、この作品は南條則夫さんの小説駿河城御前試合の第1話、無名魚流れという作品があるんですが、そちらをもとに山口孝之さんが書いた作品です。寛永6年、駿河大納言徳川忠長の命令で神剣を用いた御前試合が行われることになったというお話です。その第一試合の侍が片腕の剣士藤木玄之介、そしてもう一人が盲目であり右足を負傷した剣士の伊良湖正源でした。この2人がもともとは剣の達人である岩本小雁の門下の、まあ、つまり弟子なんですけれども、その2人がなぜこの御前試合で戦うに至ったのかという、まあ、確執やあるいはそれぞれの2人の死闘を描いた、そういう作品です。これ久しぶりにこの画面でバーンって見て、はい、だったこの後あの辛いこといっぱい起きるんだわって今。僕ここで語るためにこれ1日で全部読み返したんです。ちょっと待ってください。メンタル大丈夫ですか？いや、もうやばかったっすよ。なりますよね。ヘトヘトっすよ。まずはまた1巻の最初の見開きがこれなんです。これ。ああ、もう山口先生本気じゃんっていうのがもうここで全部出てる。ピンク色なの臓物ですもんね。そうですね、臓両2人とも腹綿飛び出してて、うん、でバックに花を背負わせるっていう、あ山口先生本気だなっていうのがもうこの見開きでしっかり伝わってくる。逆に言うとこれ見てあダメだって思う人はもうダメですね。親切設計ですよね、ある意味ね、はいはい、1ページ目で必ず分かるようにできてる、こういう漫画ですよっていうのがもう、うん、岩本小雁っていう剣豪の弟子の2人が、伊良湖正源と藤木玄之介っていう2人の、まあ、戦いを描いていくんですけど、うん、若干もう精神は崩壊気味なんですよね。はい、もう岩本小雁はそうですね、その、うん、まあ、師匠なんですけども年老いてるし精神の均衡を失ってるっていう書き方されてるんですけど、うん、まあ、正気じゃなくなってるんですね、うん、これはまあ一番弟子なんですけど、うん、でこの人はこの道場ではこの岩本小雁っていうのはまあ先生なんで開祖なんで、うん、もうむちゃくちゃ偉い、もう何したっていいんですよ、あんなことしたっていいんですけど、そうね、でその小雁が、うん、これは身分が自分より上の人に表を上げて言われたらもうあんな顔でへつらうんですよ。これドラマはここまでは本当に恐ろしいところともう崩壊しちゃってるところしか出てこなかった、はい、小雁がこの時だけはものすごいこう社会人の顔をする、はい、そうなんですよ、うん、侍って結構日本で美化されてると思うんですけど、なんか侍ジャパンって言ってみたりとか、でも侍って結局本当に上に言われたことしかできないし自分で何もできないし、腹切るのも上に言われて切るし、なんて言うんだろうな、本当主体性が全くない生き物だなと思ってて、僕これを読むことでしぐるい、そうやって読んだことなかったんですなるほど、侍って最悪じゃんみたいな、もう本当苦物なんですよ全員、それは言える、はい、なんでなんかちょっとその侍を美化するような風潮自体に僕はそう疑問を感じるぐらい、こうこの作品から影響を受けてますね。これはその御前試合で決着のシーンなんですけど。